ザッカリー・ロバート・スチュワートは、アメリカ合衆国テキサス州ィチタ郡、ウィチタフォールズ出身のプロ野球選手。ウトミギウチ。MLB トロントブルージェイズ参加所属。テキサス高科大学在学時の2008年、MLB ドラフト3巡目で、シンシナティレッズから指名され入団。この年は、大学で、防御率4.98と不審だったが、プロ入り後は、 参加の A 級デートンドラゴンズと A 級サラソタレッズで24試合にリリーフ登板して防御率1.04を記録し評価を上げた。2009年は7月31日にスコット・ローレンとのトレードでエドウィン・エンカー・ナシオン、ジョシュ・レニキーと共にトロント・ブルージェイズへ移籍。シーズンオフのベースボールアメリカ市の有望株ランキングでは球団内で 最高の評価を受けた。2010年は AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツで初めてフルシーズンを先発投手として過ごした。2011年は打者天国として知られるトリプル A 級ラスベガスフィフティワンズを避ける形で AA 級ニューハンプシャーに残留。6月15日に不審のカイルドレーベックと入れ替わる形でメジャー昇格を果たし、 翌日のボルチモアオリオールズ戦でメジャー初登板。2011年7月27日にブルージェイズ、シカゴホワイトソックス、セントルイスカージナルス間での三角トレードで、ジェイソン・フレーザーと共にホワイトソックスへ移籍した。2012年6月24日に、ケビン・ユーキリス、550万ドルの金銭との交換トレードで、ブレントリ,リ・リブリッジガ外シュと共にボストン・ネッドソックスへ、 移籍した。シーズン終了後の11月20日に DF となった。2012年11月28日にトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した後、2013年1月24日にウェーバーでフルスホワイトソックスへ復帰した。この年はメジャー当番はなく、参加のトリプル A 級シャーロットナイツでプレイし、28試合に 先発登板して6勝14敗、防御率4.25122奪三振の成績を残した。2014年3月10日に金銭トレードでアトランタブレイブスへ移籍した。この年もメジャー登板はなく、参加のルーキー級、ガルフコーストリーグブレイブスとトリプル A 級、グイネットブレイブスでプレイし、 二球団合計で22試合に登板して7勝5敗、防御率4.5861奪三振の成績を残した。2015年1月29日に、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムとマイナー契約を結んだ。開幕後は、参カのトリプル A 級ソルトレークビーズでプレーした。2015年6月10日に、不審により退団したチャーリー・シュレックの代役として、 韓国プロ野球の NC ダイノスと契約を結んだ。同年は NC で8勝を記録し、年俸大幅増で2016年の再契約も結ばれた。2016年は12勝を記録したが同年限りで退団した。2017年1月20日にオリオールズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは開幕から 参加のトリプル A 級ソルトレークビーズでプレーしていたが5月2日に自由契約となった2018年3月20日に独立リーグアトランティックリーグのニューブリテンビーズと契約した11試合に先発登板して4勝3敗防御率3.4242奪三振の成績を残した2018年7月5日にブルージェイズとマイナー契約を結び 参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズへ配属された。投球の大部分を、最速96マイルパーアワーの、シンキング・ファスト・ボールと、スライダーが占めており、チェンジアップはまだ発展途上である。沈む速球でゴロを打たせる投球スタイルであったが、ゴロアウト率は年々減少傾向にある。大学時代はリリーバーで、プロ入り後も、先発と、 リリーフで起用方が定まっていなかった。2010年からは先発投手として起用されており、まだ目立った成績は残せていないが、スカウト陣の評価は高い。球種が少ないため、先発ではなく、クローザー候補として期待する声もあった。2015年6月から契約している NC 大の、スでは、先発として安定した投球を見せた。ありがとうございます。